南本線は太陽国の鉄道であり、シントンブリー駅と寸外港を6駅間を結ぶ鉄道路線である。ハジャイ分岐駅、パダンブサール駅間等7つの支線を有する。大国有鉄道南本線は東北本線、北本線に次ぐ3番目の幹線として着工された。南本線は前期2線とは異なり始めから1000ミリメートル期間を採用して付設された。 これはすでに営業していたマレーシアに合わせたという説と、工事費を安くするためという二つの説があるが、当初の段階では、マレーシアと接続の意思はなく、工事費を安くするためと思われる。旧トンブリー駅ペッチャブリー駅間が1903年6月19日に開業したのを皮切りに、南北3ヶ所より同時に延伸工事が開始され、 まずソンクラー駅簡単駅間が1914年10月1日に、つながり1916年9月1日に、南北からの工事が完成した。その後、寸外工クへ向け工事が進められ、1921年9月17日に、南本線全線開通となった。この段階で既でに南本線、簡単支線、ソンクラー支線、及び、 ナコーンシータンバラート支線の一大路線網が完成していた。その後ナムトック支線、キーリーラットニコム支線、スパンブリー支線が開通し逆に、ソンクラー支線が廃止された。2019年現在、南本線で運行されている特急及び、急行列車には2往復の夜行特急列車、2往復のディーゼル特急列車、2往復の夜行急行列車がある。 その他にも数本の長距離快速列車が運行されているが、ほとんどの列車が夜行であり、タイの他の路線と比べて乗車時間が長いことなどから、他路線では原則的に優等車両を連結しない、快速列車の多くにも常時1から2両のエアコン付け二等寝台車が連結される。なお、一部の書籍や個人制作によるウェブサイト等には、クルンテープ駅。 万数分岐駅、タリンチャン分岐駅を結ぶ経路、あるいは南部のハートやイ分岐駅からパダンブサール駅を介して、マレー鉄道に接続する経路を本線として紹介する記述が見られる。しかし、これはマレー半島縦断鉄道ルートというもっぱら、外国人観光客の視点から見た場合の誤解であり、単独に大国鉄南本線として扱う場合においては、誤機であると言わざるを得ない。 東気上、歴史上の両観点から見ても、南本線の本線は、トンブリー駅寸外公ロック駅間の区間である。また、大国鉄や大国政府観光庁が発行する観光物やウェブサイト上には、ノーンプラードック分岐駅、ナムトック駅間を結ぶ支線が、再線もしくはウエスタンラインと記述される場合もある。これはかつて同支線が、バンコクより精神して、 タイミャンマー国境を越え、ランブーンを結ぶ路線として、名実ともに、西方への帰還路線として機能していた、歴史的経緯の名残であると言える。1978年7月1日に、路線廃止となった。王国の鉄路大鉄道の歴史、P29。王国の鉄路大鉄道の歴史、P79。王国の鉄路大鉄道の歴史、P29。 王国の鉄路大鉄道の歴史 P31 王国の鉄路大鉄道の歴史 P299 大国鉄南部線貨物列車17両が横転ニュースクリップ市2012年5月6日爆弾で列車大破3人死亡大震南部ニュースクリップ市2012年11月19日ありがとうございます